メンズ赤星です。はい、ザ・シーツの瀬尾です。よろしくお願いいたします。はい、さあ今回はラーメン二郎、うん、中山駅前店ということで、中山僕も5、6回行ってるんで、はいはいはい、で今回もなぜ行かさせていただいたかというと、はい、ね、まあとりあえずはね、あの中山駅から徒歩4分ということで、うん、これも結構行ってますけども、はいはい、ですね、まあ昨年12月以来半年ぶりでして、あら、僕年に2回は行ってるんじゃないかなという、そのなんか限定メニューとか。いや、それなんすわ。なるほど。今回の限定が何かというとですね、まあ、食券から見ていきますけども、はい、まだですけども、あの小ラーメンとね大ラーメンがあって、期間限定で汁なしつけ麺トッピング、はい、で今回は汁なしがもうないんですよ。あら、汁なしは全くございません。なるほど。ぶったまつけ麺というぶったま、はい、ものもございます。一体先に言っとくと、ぶはなんだかわかんないんですけど、玉は玉ねぎの玉ということで、ぶったまですね。あ、ぶった、あ、そっちのびっくりということですかね。ぶったまつけ麺の大全部マシマシ、はい、で、ごまパンチというのを買ってるんですが、マー油なんですね、この黒い部分が、マー油のつけ麺が入ったものなんて高山のオリジナルということで、うん、行かざるを得ないということで言っちゃいましたけども、やっぱね、連携がないんでいきなりこう言ってますけども、ね、独特のね、この酸味があるのが中山なんで、はいはい、そこに前の香ばしさが加わっていく、うん、で、まあお野菜ですよね、お野菜ですね、はい、全二郎の中で僕はね、これ中山が一番好きなんじゃないかなと。ちょいクターですか。いや、これシャキなんですよ。シャキですか。シャキです、これ、はい、この酸味に浸したザクザクとした美味しさ、僕一番好きかもしれない。もうここへね、まあ、今回は香ばしさがこうプラスされている、まあ、焦がしニンニクというのがマー油ですから。あら、素敵ですね。これはもううまいに決まってるじゃないですか。ということで今回かなり真面目にいきますよ、はい、今回かなり真面目ですけど、いつも真面目じゃないんです。あ、な時もございますけども、うん、多めのね、油とろける甘み加わって、まあ、うまさの掛け算が止まらないなんて言ってますけども、では豚ですね、うん、豚増してませんね。なぜなら野菜が食べたかったんで、うん、豚はそれほど増してませんね。お野菜と一緒に食べていきますが、脂身少なめの部位、うん、ゴロゴロとした端っこの部位、2つ入っててラッキーっす。ラッキーですね。まあ、ね、いろんな味が。いや、そうで、まあね、これね、マー油の草分け的存在なんつってもびっくりなんて言ってますけども、やっぱりなんつって以前にマー油って言葉知らなかったからね、やっぱり崇拝の対象にもなる、崇拝というか、まあ進めていきますけども、はいはいはい、中山の麺の細さっていうのはね、随一なんですよ。あ、なるほど。全二郎の中でも、はいはい、程よい加水率で、つるつからつるつる感あるんだけども、うん、スープの絡みもいいというバランスがいい、はいはい、まあこね方をしているのかな、うん、ではシャキ野菜と組み合わせることでね、爽快度も増し増しということで、はいはい、夏といえばね、やっぱ中山の月は1回は食わないとということなんですよ。ああ、夏だと。そうそうそう、昨年の夏も。そうですよね、ええ、これ釣り帰りですよね、この学校。いや、釣り帰りではございません。見えるけど釣り帰りの学校ですもんね。いやいや、まああるけどね、夏ですもんね。まあ近くの湖行ってきましたじゃないんですよ。相模湖行ってきましたじゃございません。釣りじゃないと成立しない格好だもんなまあちょっとこの日寒かったんで、なかなか梅雨が明けないんでね、上着てますけど、ごまパンチ。ああ、ね、言ってましたね。大量の白ごまにですね、うん、七味のようなものがブレンドされていて、はあ、まあパンチ以外の何物でもないというごまで、そしてパンチが効いてると。ああ、その通りです。わかりやすいネーミング。ストレートなんですよ、ね、ジャブではない、ストレートに。食っていきましょう。小林製薬みたいな感じですね。あ、小林製薬、うん、あ、なるほど。小林製薬。あ、小林製薬か、はい、小林製薬くんって人がいるのかと思ったけど、小林製薬みたいなそれとですね、はい、ま、七味のね、あのザクザクとした、わかります、はいはい、あのちょっとこうね、引き締まる感じのザクザク感、はいはい、プラスゴマのこのプチプチ感が加わって、まず食感だけでも非常に美味しい、はいはい、ね、全部もう混ぜちゃいましょう。あら、ね、これスープに入れるんじゃなくて、あ、麺に絡ませる。麺に絡ませる、ね、この時点でこうふわーっとね、うん、いい香りがこみ上げてくる。っていうか、もう並んでる間にもう前で食ってる人たちの香りで分かってたけど、すんごい漂うんですよね、はいはい、ぶったたかれたようなうまさ。辛いんですか。辛いっす、辛いっす。あ、辛いんですよね。結局辛くなるんで、はいはい、まあちょっとまた酸味が欲しくなったら、こうやって卓上返しをね、あのスワーッと入れていきますけども、基本的にね、スープと同じ酸味を感じる口当たりなんで、この卓上アリアのね、プラスした人はプラスしていただいて、で、
レンゲがねございませんのでお見せできませんけども、うん、この時点で結構ニンニクも溶けてるんで、うん、ね今回はニンニクシャワーございませんけども、レンゲがないから見せれない、ちょっと分かんないですけど、いやちょっとやっぱね見せれるでしょ、いやいやちょっと難しいじゃないですか、ニンニクだけはね、あニンニクで、あそう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 、そういうことよ、あそういうことか、うん、でまあ辛くなるんでね、先ほど言いましたがいきなりスープに入れちゃうのは僕はあんまりおすすめしないっす、ね、結構辛いんですね、やっぱいや辛い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 、やっぱあの量なんで、あの量なんでね、うん、でもねギャバンブラックペッパーなんて言ってますけども、はい、ねいつも通りかけてますけども、さすがに今回はこのゴマパンチのうまさにこう軍配が上がっちゃってるんでね、あ、まあ、インパクトにね、インパクトに、そうそうそう、かなり後半でこれかけてます僕も、ね、相当あの味を変えちゃうことになるんで、はいはい、やっぱり、パクッと最後の一口を食べまして、ごちそうさま、見てくださいこのゴマ担々麺の、あ、そうですね、はい、これすくって食べたいんだけどな、マイレンゲとか持ってっちゃおうかな、ね、うん、いいやつマイレンゲいいですね、まマシマシレベルとしては89.8ということで、前回の中村よりもややランクダウンしておりますが、まあ、その日によるんで、マシだというのは日によるんで、この日は僕のこういう感覚だったんで 89.8、はい、ということでございます、オーダー次第のこともありますね、あまあそうですね、そうそう、なんなら豚大の5枚にしたらもっと食えるし、はい、そうなんですよ、だから結構あのブレブレなんですよ、いやまあ参考です、この大の場合のマシマシの場合のゴマパンチの場合のということで、ということがここになりましたけども、いやー 89.8、 これだからさ、あの生誕祭やるんですよ中山店の12月に、毎週、はいはい、毎年毎年なので、今年また12月に行ってカレーを食べて行きたいと思うんで、はいはい、また中山ねちょっと行きますんで、それまでは皆さんこれ期間限定なんでぶったまつけるんで、ぜひこれいつまでですか、あいつまでとかはもう店員さん次第、なるほど、そう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 、じゃあいつかわかんないんだ、そう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 、なので早いうちに行ってくださいね皆さんね、あ動画上がってる頃はまだあると思いますけども、もうそれすらもわかんないんで、バーエドぶったまコットンでした、you